ザカフカーズ軍管区はソビエト連邦地上軍の軍管区。軍編成としての歴史は1921年5月のアルメニア、アゼルバイジャン、グルジアのソビエトへの編入から始まっている。1990年代初期のソビエト連邦の崩壊後解散され、軍集団として再編された。もともと赤軍の独立カフカース軍から、 赤旗カ,カフカース軍が1923年8月に編成され、1935年5月17日にザカフカーズ軍管区に再編された。クルジア、アルメニア、アゼルバイジャンの国家内編成と第11ソビエト赤軍の部隊はこの時すべて軍管区に編入された。1936年、軍管区の編成と部隊は国家規模の不満規定による指定を受け、 グルジア SSR の中央執行委員会にちなむ、第9山岳狙撃師団、第2 3山岳狙撃師団、スターリンにちなむ、第47グルジア山岳狙撃師団、ミハイル・フルンゼにちなむ、第63グルジア山岳狙撃師団、コンラット・ボロシーロフにちなむ、第76アルメニア山岳狙撃師団、グリゴリー・オルジョニキーゼにちなむ、第77アゼルバイジャン山岳狙撃士団から、 構成された。1941年6月22日、軍管区は、第3狙撃軍団、第23狙撃軍団、第40狙撃軍団、第28機械化軍団、直接指揮下の5個師団、及び要塞化地域3箇所を保有していた。第2次世界大戦中、ザカフカーズ戦線となり、戦後再びザカフカーズ軍管区に戻され、本拠地は、飛びり市に置かれた。 1979年、スコットスコットは、軍管区の軍司令部の住所を、トビリシしマイナス4、ユーリツェ・ジャナロジェイ、ドム46と報告した。1970年代後半から1980年だ。初期にかけて、軍管区は、北カフカース軍管区、トルキスタン軍管区、などとバクーに拠点を構える、南部管区の一部となった。1980年代後半、 艦区内の配置は以下のようであった。ソビエト空軍は地区内に第34空軍を置いていた。第36爆撃騎士団と第283戦闘騎士団の2個航空師団と6個独立飛行連隊から構成され、合計で12個飛行連隊からなった。軍の編成は以下のようであった。ソビエト防空軍はこの軍艦区に 防空軍第19軍を配置していた。ロシア兵は2007年に、グルジアから撤退した1992年3月19日、ロシア大統領のユカスナンバー260によって、ザカフカーズ軍管区とカスピ小艦隊は、ロシア連邦の管轄となり、1993年1月1日、軍管区は、ザカフカーズロシア軍集団となった。上記の師団の多くが解散。 以前の厚生共和国の陸軍の一部になった後、1990年代中盤の配置は以下のようになった以前もスクワ軍管区の第20軍の副司令官であったアレクサンダースタデニキン少将が2004年には軍管区を指揮しており、副官はアンドレイ・ポポフであった。バジアニのロシア軍は1990年代後半から撤退し始め、 2005年に2007年から8年にかけて第12基地と第62基地の撤退の合意が行われた。アハルカラキの第62軍事基地は2007年6月27日に公式に移動した。バトミにある旧ソ連第89タマニャン狙撃士団の第12軍事基地は当初2008年2月に移転を計画していたが2007年11月13日に スケジュールより早く移転した。なおムズヘタにある旧軍艦下本部のズベズダ指揮書は2005年の9月に引き渡されている。2006年に起きたグルジアロシア間のスパイロン争によってトランスカフカース軍集団の飛びりし本部は予定より早く閉鎖され、287人のロシア人兵は2006年12月31日にグルジアを離れた。これらによって ザカフカーズ軍集団の大半の戦力はロシア側に撤退した。一方でザカフカーズ軍集団が撤退した後もロシア兵はアブハジアや南オセチアで平和維持軍として維持された。アブハジアグルジア国境では国際連合グルジア監視団と共に1600人が南オセチアグルジア国境には大体規模の兵力が置かれている。ロシア当局によるとグタウタ軍事基地は 現在も平和維持軍に利用されているとされるが、基地は国際社会の監視が許可されていない。オセチア紛争では駐屯するロシア兵が攻撃されたために軍の増派を行っている。ありがとうございます。